三名泉の一つ有馬温泉。日本書紀にもその名が記されており、日本最古の湯として約1400年経った今でも国民から愛されている温泉です。今回はそんな有馬温泉街を散策していきます。今回は電車で有馬温泉に行きました。はい、車体がいい感じなの。はい、行きましょう。はい、有馬温泉は神戸から電車またはバスで約30分で行くことができます。近隣の空港や大阪、京都といった主要駅からもバスが出ているので、遠方からも比較的簡単に行くことができる温泉地です。本日は兵庫県の有馬温泉に来てます。日本三名泉のうちの一つです。これで制覇よ。おー、まあ実はちょっと前に来たこともあるんだけどね。まあその時動画撮ってなかったということで、そうそうそう、今回はまあ一応これは動画上制覇かな。日本三名泉、これも日本最古の温泉地って言われてんねんで、あれも最古なんだ。もう1400年前ぐらいから開かれた温泉地。へえ。で今は朝の10時半くらいなんで、ちょっとこれから食べに行きたい蕎麦屋さんがあるので、まあ、そこに行きたいと思います。はい、これね、太閤橋。なんかトトロみたいやな。で、私が太閤橋なんか有名なの。太閤ってわからない。太閤様もうわかんない。有馬温泉は豊臣秀吉が愛した温泉地なんですよね。うーん、人生で7回有馬温泉を浸かりに来てるらしくて、うん、それを太閤様っていうので、それを取って太閤橋って言われてるんです。うーん、あちらの奥に見えているあの赤い橋、あれがねねの橋って言います。ねねって豊臣秀吉の奥さんです。あ、やっぱ西はさ秀吉なんだね。東は、東はさ鎌倉幕府。ああ、源、うん、ああ、そうだね。あ、これ一応湯煙広場っていうところがあって、カッパ像、あの北海道の定山渓温泉から寄贈されたらしいね、カッパ像で。この湯煙広場の横にほら秀吉様、秀吉様の像が。で、秀吉ってこういう顔してたんだね。結構鼻が高いね。おお。わかるの少し。怖いな。怖いわ。大丈夫やって。折れたら折れたで面白い。すごい綺麗、いい感じ。綺麗やな。青もみじが綺麗やん。そうではある。紅葉はすごい綺麗だろうね。そうやろな。ねね様が見ている方向、ほら見て。あっち何いた？秀吉？そう。へえ、素敵じゃん。この有馬川って今流れてる川な。うん、それを挟んで二人が見つめ合ってる。何そのなんか。天の川みたいな。天の川。織姫と彦星みたいな感じ。じゃあ温泉街でちょっと蕎麦屋さん向かいつつ、なんかちょこちょこっと食べていくか。そうだな。ということで、お目当てのお蕎麦屋さんにやってきました。2024年の食べログ100名店にも選ばれたお蕎麦屋さんです。契約農家から殻付きで仕入れる蕎麦の実を石臼で挽いて自家製粉し、細挽き、粗挽き、太切りの3種類の風味豊かなそばをいただくことができます。開店時間は11時からですが、10時半から受付が開始されるので、受付を先に済ませておくことをお勧めします。無事開店時間にお店に入ることができました。コンクリートと木材が使われており、和モダンでおしゃれな雰囲気の店内です。有馬御膳、そう、粗挽きにしました。
ちょっとお塩でさっき食べてみようかな。ここでね、お塩で食べるのが俺好きやねんな、そば。並びきだからすごい香りが豊かだし、うん、チュルンと美味しい。そばの香り感じて。うん。きたきた。きたきた。きたきた。最後にそばの風味がちょっとする。うん。美味しい。パカ。美味しそう。美味しそう。手揚げさ。手揚げ。食ってみてよ。すごいさ、見て。エビがぎっしりなんだ。桜エビのかき揚げとか裏とかもエビでしかない、うん、うまうまい、うん、うまめっちゃエビやん、うん、やばうまっ。カモシャイが好きやねんな。母曰くすごい美味しいらしい。太巻き、うん、うめえわ。何がうめえ？何なの？でもほぼ卵やからね。卵がうめえ。卵がすごい甘い味付け、うん、でも卵以外に何入ってるかって聞かれたらすごい困るやろ。キュウリ入ってた。俺のキュウリセンサーにも反応せんかった。うん、すごく微妙な。お疲れ様です。お疲れ様です。蕎麦屋もいただきました。すごい濃くて美味しかった。次は湯の花堂本舗にやってきました。こちらのお店は賞味期限5秒の生炭酸せんべいが名物。手焼きで焼いた出来たてほやほやの炭酸せんべいをいただくことができます。お待たせしてきますね。はーい。お腹になったらすぐ食べてください。わかりました。おすべで、はい、あっこい、あっこい、どうぞ。ご先祖様、はい、もう一枚くるよ。あっくあっくあっく。ヘタヘタやろ、初めの一口だけ。熱っ。ただめっちゃ熱い。もうお客様早く食べてくださいみたいな感じだ。もうね、冷えちゃうと硬くなっちゃう。だから生っていう炭酸せんべいを食べようとすると賞味期限5秒やな、うん、ちなみに俺はどっちも5秒以内に食べることができなかった。無理だよね。うん、ユミはどう？ふにゃってなった？あ、ふにゃってなった。でも熱いって言ってる間に5秒経過してる。でもさ、言うてもめっちゃ美味しい。うん、美味しい。そのお土産で買って買えるやつよりもなんかよりパリパリというか。てかその生じゃなくてもさ、出来立てだからさ、美味しいよな。温かくて美味しい。生炭酸せんべいを食べた後はすぐ近くにあるクラフトビール専門店へ。有馬温泉で100年を超える老舗酒屋が営むクラフトビール専門店です。国際的なビールの審査会で金賞を受賞した有馬麦酒ジャパンエールを中心に様々な種類のビールやおつまみをいただくことができます。ちょっと休憩、早い休憩。今日はね、車だからね。違う、逆だ、逆だよ、ダメだ。違うわ、めっちゃミスった。今日は久しぶりの電車旅ということで、いいな、観光地でビール飲めちゃう。いただきます。喉越しが良さそう。クラフトビールやな、そうだね、味は、うん、あの普通のメーカーが作ってるビールとはちょっと違うね。飲んだ瞬間、もう香りが違う、うん。絵柄がすごい可愛いんだよね。で昔ながらって感じな、デザインは。飲みやすい、全部サイダー飲みやすいんだけど、うん、酸味があんまりないのかな。いいわ、なんかすごいゆっくりできる、ここ湯本坂です。ちょっとずつなんかいろいろ見ていく？うん。なんだろう、ここは。たまとごこ。はい、大分
ばいといてようなコーヒーしっかりしたからよ、はい、金の湯。でも俺実はここには入ったことがないんだよな。今日もホテルに金の湯と銀の湯どっちも、金の湯じゃない、銀線金線どっちも入ってるからさ入らない。あ、でも足はちょろっと触ってみる。そうだね、わすごい色。金泉の特徴は濃い茶褐色のお湯、源泉は無色透明ですが、お湯に含まれる鉄分が空気に触れて酸化することでこの色になりそうです。金の湯は大人800円で入浴できるので、興味のある方はぜひ入浴してみてください。次にやってきたのは竹中肉店という精肉店。店頭ではコロッケやミンチカツなど美味しいお肉を使った料理を手軽にいただくことができます。なんかちょっと調べてた、うん、あ、全然じゃない、うん、うまい。食べた、噛んだ瞬間肉汁ぶわうまい。コロッケももちろん美味しいと思うけどさ、うん、コロッケ食べるとジャガイモがさ勝っちゃうじゃん。お肉屋さんの時は意外とミンチカツを頼む。美味しいよな。ツーの楽しみ方。なんやねんそれ。ツーでもなんでもないよ。その他にも明石焼きのお店や山椒のお店などたくさんのお店が温泉街にあります。うわ、ちりめんじゃことか美味しそうだな。ちりめん山椒か。ちりめん山椒絶対美味しいよ。ね。美味しい。外が暑すぎて疲れてきたのでジェラート専門店に入ります。このお店はジェラートワールドツアー日本選手権で優勝歴のあるお店です。地元六甲山の生乳のみを使用し、定番のミルクやチョコレート系から季節限定の果物や野菜を味わえるフレーバーなど、ビジュアルも美しいジェラートが毎日10種類以上並びます。アリマサイダー&なんとか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 と塩マスカルポーネ、金柑ソースなんとかなんとか、そう。うん、すごいマスカルポーネ。あっさりじゃないか。柑橘味を感じるマスカルポーネ。うん、日本一、うん、に輝いた時に作ったフレーバー。美味しい。美味しい。もう一個もう一個。まあ、私らはこっちの方が好き。ああ、あっさり系ね。いや俺日本一食べる。うん、ああ美味しい。俺好きや、うん、マスカルポーネもやけど、やっぱ甘酒は感じる。本当？私あんま分かんない。いい具合にそれぞれの良さを引き立てている。クリーミーさもあるしさ。うん、クリーミーだよ。うん、うまい。金の湯、金の湯よりかは人いないね。うん、やっぱみんな金に行きがちなのかな。このラジウム線、炭酸線っていうのが使われてる金の湯。自然治癒力を高めるらしいよ、銀の湯。いっぱいお寺があるね、こっちも極楽寺、うん、誰かいる。なんだっけこれ、行儀菩薩。またここ有馬温泉もさ、鳥さんが脾臓を癒してるところを見つけて温泉を発見した。下呂温泉もそんな感じじゃない？下呂温泉はなんか白鷺が舞い降りたところかみたいな。温泉神社、有馬のパワースポットでございますよ。うん、でも雰囲気いいやん。うん、なんかご利益ありそうな感じ。な、え、結構登るかもしれないこれ。マジンガおっと、結構登らなあかん。あ、でもあっこまでや。
いいね、このセミの鳴き声が。いろんなセミがひしめき合ってるな。ムイムイムイ。トゥクトゥクボーシもいるし。トゥクトゥクボーシ、トゥクトゥクボーシ。動物の森の世界。ここもまたすごい鳴いてるね。セミ？トゥクトゥクボーシ、トゥクトゥクボーシ。なんか変なの入ってきたってなるわ。有馬温泉に入った後、ここでこう参拝すると小宝に恵まれるって言われてるらしいよ。まだ入ってないな。まだ入ってないんですよ。これは金銭の宣言か、御所宣言。こういうのが街中にいっぱいあんねんな。うん、すごくない？家の隣がさ、ここから温泉湧いてるってすごくない？いや、熱湯注意だ。へえ。有馬の人もみんな温泉に家で入ってんのかな。な、大分と一緒でな。天神宣言、ここも金銭やね。 99.4 度だって。あー、暑いな。さっきのとこ60なんだったで。そうな、全然ちゃうねんな、場所によっては。同じ湯室やのに温度が違うね。じゃあ有馬天神のところにも参拝しておきましょう。ということで今は2時6分です。3時間半くらいか。そうやね。もう本当にね、有馬温泉は半日くらいあれば結構満喫できるんですよね。もう徒歩でこう回れるからいいよね、うん、そう。俺らはこれからあのホテルを予約してるので、有馬グランドホテルっていうちょっといいホテルをね予約してるので、そっちでちょっとラウンジとか行きたいっていうのもあってホテル向かっちゃうけど、例えばカフェ1個挟んでからの日帰り温泉に入って帰るとかさ。そうだね、温泉がいっぱいあるから。そう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 、金の湯、銀の湯、あと太閤の湯、ね、2つとか3つとか回っても楽しいよね。そう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 、そういうところあるから、もう日帰りでも朝10時来ていい感じだと思うので、ぜひちょっと参考にしてみてください。じゃあこの後グランドホテルに行ってきます。楽しみ。ねねさんありがとう。ねねさん並んどき。おう、いいよ。いい、いい勝負してるよ。ほんま。この動画が参考になったという方はぜひ高評価とチャンネル登録もお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。